はい、皆さんどうもおはようございます。今日はワンドに来てます。昨日実はあの後にですね、当たりがあってワーム持ってかれるような感じが2回ぐらいあったんですよね。本当に手前の際のところと沖で流してるボトムドリフトしてる時にくぐんと持ってくるのがあったんですけど、惜しくもどっちも乗らずというところ。今日は7時53分ですね。1月12日です。はい、ね、濁り方はですね、ちょっと見ていきます。昨日よりちょっとクリアになってました。スコーンと抜けてるような、こう冷たそうな凛とした色ですね。はい、見てる分にはとっても綺麗でいいんですけどね。今サギがスーッと引き始めていい感じです。はい、アングラーさんも僕より下流側に1名いらっしゃるのみですね。はい、今日は水を見ていきます。おらジョジョ見すぎですね。オラオラ言って、よいしょ。さてと、水温は10度ですね。ちょうど、本当にちょうど10度ちょうどです。はい、今日は沖の航路までは届かないんですけど、そっちのまでかっ飛ばすということで 21g のウェイトをつけてます。はい、多分昨日のルアーバーム完全にスコーンと持ってったのはマゴチでしたね。はい、結構手前まで入ってきてるんですよね。本当にこの岩の崩れ終わってく岩の終わりぐらいのところで当たりがありました。で、結構ワンドの外側っていうよりも中側だったんですよ、際だったんで。だけど今日は沖、木ぶれを狙ってるんで、メインは沖を狙いたいと思います。ワームはベローズスティックですね。やっていきます。よいしょ。でもあっちまで行くかな、どうしようかな。ちょっとこれ一等やってみます。これから移動しようか。はい、よろしくお願いします。昨日じゃないな、ちょっと前です。水曜日かな、蓬莱軒行ったんですよ、初めて人生で。江戸川区の、まあ、ちゃんぽんで有名なところなんですよね、皿うどんとか。まあ僕は皿うどんじゃなくて、まあ、2人で一品ずつ頼んだんですよ。皿うどんと、あれです、何だ、おあとかちゃんぽん頼んだ。普通サイズ1000円ずつでした。で、量がね、めちゃくちゃすごかったのが、ちゃんぽんは別に普通なんですよ。まあ、成人男性であれば普通に食べれるかなぐらいなんですよ。まあ野菜は多いですけどね、まあ、ちゃんぽんだから当たり前じゃないですか。で、麺の方がどっちかって少なく感じるような感じでしたね、ちゃんぽんは。で、硬いそばみたいなやつですね、あの皿うどんはパリパリした麺ですね。パリパリした皿うどんは量がめっちゃ良かったです。で、これ同じ値段でいいのっていうぐらい、これ大盛りとして間違いと思ってきてないっていうぐらいパリパリでした。パリパリじゃなくて多かったです。びっくりしました、本当に。写真を載っけてるかもしれないですけど、あれプレートの塊じゃないですかね。あれそうですね、多分あれそこさわざわっとしてるの違うかな、多分そうだと思いますよ。で、まあ味の方は僕は正直、まあ一回食べたらもういいかなって感じです。嘘ついてもしょうがないんでね、自分の感想ですよ。毎回ね、うまいうまいなんてさ、僕のその情報、このラーメン情報とかっていうのはね、信頼度が厳しくなっちゃうんで、ちゃんとまずくはないです。うまいっすけど、多分でも皿うどんが美味しかったです、僕は。結構お客様にも皿うどんがいいよって人が6割、7割なんですよ、聞いたんですけど。そんないっぱい情報収集してないですけどね。だからちゃんぽんって書いてあるから、やっぱちゃんぽんメインだなと思ってたんですが、あそこはやっぱ皿うどんの方が僕は良かったですね。どっちかってちょっとね、やっぱ獣臭が気になっちゃったって感じですね。味は美味しいんだけども、獣臭が気になっちゃったって感じです。だからそれが耐えられる人だったら全然いいと思うし、それが逆に食欲をそそるって人もいるかもしれないんで、感じですね。で、昨日の夜は11時
半頃だったかな、10時頃だったかな、あ違う、もっと早かったか、10時頃ですね、本頃屋に行って、本頃屋の本頃ラーメンですね、全部入りのやつ値上がりしましたね、1200円になってたね。それとあと嬉しかちょっぴりセットっていうね、餃子4つとライス半ライス小ライスかついてきて400円のやつ食べました。もう相変わらずのうまさでしたね。結構レギュラーになるな、全然ファストじゃないな。おお、こう考えるとベイト結構飛ぶな、もっとスピニングだからバシバシ距離が出るかなと思ったんですけど、チーニングに関しては結構飛ばしやすいものを飛ばすので、ベイトもありですね。全然ベイトも同じぐらい飛んでるかもしれない。どうしてもスピニングだな、スピニングの飛距離だなと思っちゃうんですけど、スピニングより同じぐらい飛んでるかもしれないな。まあね、ロッドがそのルアーをね弾き出すパワーっていうのは適正ウェイトがあるんで、ちょっとねやっぱ 18g とか 14g の方がもしかしたら飛ぶかもしれないんで、なんとも言えないんですが、シルバーウルフのスピニングを出してほしいんですけどね、7、9ぐらいのスピニング出してほしいですね。今日あたりに、釣れた私ハズフィッシュだったチルの、ね、動画を上げさせてもらおうかなと思ってるんですけども、よかったらそちらも見ていただけると嬉しいです。風はなくて昨日と全然違ってまだマシです。その暖かさって面に関しては昨日は本当太陽もなかったし風も冷たかったし、冷たかったですけど今日は大丈夫ですね。ちょっと言っても気温が少し上がるっぽいですもんね。今日最高気温が14度ぐらいまでいくのかな、こんな感じで。まだなんですね。流れとしては昨日のが早かったですね。タイミングとしてはガンガンに流れてました。まあ今日はこれからですね。当たらんですね。やっぱ何が違うんだろうな、スピニングとかあのメカニズムとか感度とかそういうことじゃなくて、やってる中でそのやっぱイメージかな、昔のその自分の中でブラックバスとかで使ってたあれがあるから、やっぱり一つのベイトを使ってるってことが特別感があるって勝手に思ってるだけで、全然普通にシーバスから始めた人にとってはそこまででもないのかもしれないですね。ベイトに対しての魅力、バックラがリスクでしかないやんっていう感じの人ももちろんいるでしょうからね。はい、では今日はこの辺で終わりにさせてもらおうかなと思います。はい、ではちょっと今夜アップする予定の少ない僕の初フィッシュ、よかったら見てください。すごいですけど、すいません。よろしくお願いします。では、失礼いたします。失礼します。また明日よろしくお願いします。